映画版マンマミーや、公開会見にて、画像参照左上、ビオルン右上、ベニー左下、アグネッタ右下、フリーダアイネッタフェルツクグは、スウェーデンのシンガーソングライターで、ポップグループ、アバのメンバー。アグネサや、アグネッタは英語を読み、アグネータおよび、アグニエータが、より現地語の発音に近い。彼女は1950年、 スウェーデンのンショーピングで父イングバールと母ビルギットの間に生まれる。彼女は幼い頃からピアノに親しみ家族の前でよくピアノを弾いていたという。17歳の頃、レコーディングのためストックホルムへ上京した。1968年にはその高い歌唱力からスウェーデン最優秀ボーカリストに選ばれ、10代にして国内での知名度を確立している。その後、ビョルンウルバースと出会い、 1971年に結婚した。1973年、長女のリンダ・ウルバースが誕生した。1978年にも長男のクリスチャン・ウルバースが誕生している。しかし、多忙な歌手活動と子育ての両立が困難となり、1978年のクリスマスにビオルンと離婚した。1972年にベニー、フリーダ、ビオルンと共にアバを結成。 1973年には、リングリングで、ユーロビジョンソングコンテスト、スウェーデン予選で3位となった。そして、恋のウォータールーで、ユーロビジョンソングコンテスト1974に、出場。オリビア・ニュートン・ジョンを抑え、1位を獲得した。その後、1982年までアバとして活動し、その年にアバは解散。そして、英語でのソロ活動を始める。 現在でも、スウェーデンを代表する歌手であり、たびたび海外のメディアに登場することもある。ありがとうございます。